そうですよ、ガブリエルさんと、あ、ありがとうございます。もう本当にそのプラスマさんも一旦お金払ってくださいよ、これ本当にもう僕に全然払ってください、これ本当に。プラスファージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、センタロウです。今日はですね、 JAF つくばスーパー FJ 選手権シリーズ第4戦にやってきました。今回ちょっと協力していただいているチームの方いらっしゃるので、後でそちらも取材していきたいと思います。じゃあ早速筑波サーキット楽しんでいきたいと思います。ここが第一パドックっていう風に言って、こっちにねピットとかがバーってあって、もう今出場チームたちが今準備してますけど、こっちとあと向こうにも、じゃあ早速ねちょっと向こうに向かって歩いていこうと思います。で、僕はあの筑波サーキットはそんなに実は回数走ったことないんですけど、一回サンゴ GTR のねブーストアップ仕様で走ったことがあって、もうほんと恥ずかしながら4秒でしたタイム。まさかあの伝説の、そうですよ、ガブリエルさんとね、あの YouTuber 車系 YouTuber のガブリエルさんと、一応勝負するということになってですね、で頑張ったんですけど、あのこれがね、あの僕マジカルロリポップっていう、メイドカフェなんですけど、まあ、そのメイドカフェの看板を背負ってね僕がね挑んだんですけどね、全然無理で、ね、あんな3秒ぐらい離されました。ガブリエルさん1秒でしたからね。うまいですね。いやー本当にうまかった。プラスファージャパン。さあ今ですね、こちら、オートルックさんの、このゼッケン1番カーナンバー1番の関根春樹選手、こちらがこれから公式予選ということで、まあ、今ちょっとねあの大事な時間なので邪魔しないように今近くちょっと離れたところで見てます。ちょっと実際に僕も上から応援しようかなと思ってます。で、予選でどれだけ順位取れるかでグリッドが決まるので、多分今一番大事な瞬間だと思います。今ですね、関根選手予選の走行が終わりました。総合5番手のタイムで1分0秒590ということで、かなりいい成績なんじゃないかなと思います。トップとのタイムギャップが、10分の27秒ぐらいなので、全然まだどうなるかなっていうところですけど、今もう戻ってくるところかな、多分今来ます。ちょっと待ってましょうか、ここで。あ、来た来た来た、いますね、あの白い車両です。関根選手お疲れ様です。今お話をお伺いしても大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ改めてご紹介いたします。オートルックドライバーの関根春樹選手です。よろしくお願いします。はじめまして。ちゃんとお話するのは多分初めてだと思うんですけど、よろしくお願いします。あのこれプラスパージャパンっていう、まあ、あの車の公式 YouTube チャンネルなんですけど、もともとプラスパージャパンってどういうつながりで知り合ったんですか？最初車が欲しくて、今テフさんさん乗ってるんですけど、それを探してて、で自分が欲しい車がちょうど
クラスパージャパン久しぶりに会っちゃったっていう。ちょっと待ってください、こんなすごいフォーミュラ乗ってる人普通にプラスパージャパンに Z さん買いに来るんですねそれにまず僕一番驚きましたはい、で、まあ、じゃあ今日 あのまずレースの方なんですけど、今公式予選終了して、はい、で、まあ、タイムが、0秒5ぐらいですかね。はい、どうでした走ってみて。マシンの状態はいいんですけど、はい、まあ、ちょっとここぞっていうところにシフトミス。ああそうなんですね。まあしちゃって、まあ、でも今総合5番手なんでまだ全然で、トップとのタイムギャップがこんまにちょっとぐらいだと思うので、まあ、まだまだ全然いけるところかなとは思うんですけど、なんか決勝に向けてなんか調整したりとかするんですか。まあ、マシンの状態はいいんで、あとちょっと走りと自分のこれからちょっと決勝どう戦うかっていうの作戦を練りたいと思います。いやもう本当にちょっと頑張ってください。もうめちゃめちゃ応援します。ところがですね、僕ね、はい、これから大阪行くんですよ。マジっすか。だから決勝いないんですよ本当すいません。あの、車もちょっと見せてもらっても大丈夫ですか。まあちょっとならあ、じゃあステッカーの部分だけ取らせてもらいましょうあれですよね、プラスパージャパンのステッカー貼ってあるんですよね、はい、ここのところ。これちょっと3日前に貼りました。3日前に。 ありがとうございます。もう本当にちょっとプラスパーさんもいっぱいお金払ってくださいよ、これ本当にもうボブリ先生払ってないも払ってくださいこれ本当にプラスパージャパン。改めましてちょっとチームの監督の方にもお越しいただきました。すいません、じゃあ軽くチームの紹介と自己紹介していただいてもよろしいですか。オートルクレーシングファクトリーの佐藤です。若いドライバーの育成をメインとしてやってるチームです。彼はドライバーとしてはどんなドライバーなんでしょう。予選というよりはあのバトルに強いタイプだと思います、はい、
さあじゃあ1番の観戦スポットをねご案内いたします。筑波サーキットの第一ヘアピンです。観客席、ここの一番角、この第一ヘアピンのコーナーを見れて、その後に今度バックストレートのストレートのブレーキングポイントまでしっかり見れるんですよ。ブリヂストンの看板の下なんですけど、ここね見てください、これ、あれ、ほら開いてる。そうなんですよ。ここだと、まあ、手入れちゃうのダメなんですけど、走行中はね、ここでカメラのレンズを入れてここで撮る、こういう穴がもう1つ2つじゃなくて結構たくさん開いてるんですよ。ブラスワンスマイルフォーユー、ブラスファッシュパン。